1909年に設立されたミュンヘンを本拠地とする表現主義の芸術家グループ。中小絵画を生んだバシリー・カン・リンスキーが初代理事を務め、南ドイツの表現主義芸術運動の一つである青木氏の母体となった。ミュンヘン新芸術家協会の前身となったのは、ロシア人女流芸術家のマリアンネ・フォン・ベレフキンが1897年に、 自身の第二の故郷であったミュンヘンのシュバービング区で周囲の知人と始めたセールカシン都会のバラエロサロンであった。サロンのメンバーは自分たちのサロンが伝統的なセールカ組合の枠内にあると認識していた。当時すでにマニフェストの表明としての展覧会の開催を計画していた。ミュンヘン新芸術家協会に関して言えば アイディアはすでにベレフキンのサロンで生まれていた。1908年のクリスマスのことである。ベレフキン以外には、アレクセイ・アウレンスキー、アドルフ・エルプスレート作曲家のドクトル・オスカー、ビッテンシュタインが参加して、新芸術家協会を設立した。差し当たり、ガブリエレ・ミュンターとバシリー・カンディンスキーは、この計画を知らされていなかった。カンディンスキーは後に、 自分のいないところで、教会準備のための会合が開かれていたことを知り、怒りをあらわにした。1909年の1月、ミュンヘン神芸術協会の取りまとめ役となることを、勧められると、しぶしぶながらもこれを受け入れて、怒りを鞘に収めた。1909年1月22日、教会の設立書が起草された。教会設立当初から参加したのは、 以下の芸術家であった。同年のうちに、パウル・バウム、エルマ・ボッシピエール・ジリューカール・ホーファー、モイ・セイ・コーガンと武闘家のアレクサンデル・ザ・ハロフが、加わった。一方同年のうちに、バウム、バトラー、フランク、カノルト・ツェレナー、パルミー、シンメルの6人のメンバーが協会を去った。役員も決められた。カンディンスキーが理事となり、ヤウレンスキーが副理事に、 理事代行に、ヨハンナ・カノルトが、初期長にドクトル・ビッテンシュタインが選ばれ、会計は、ヨハンナ・カノルトが兼任した。カンディンスキーは、ミュンヘンシン芸術家協会の快則に自ら、ホイ、四平方メートル規定の商談を加えている。これは、後の1911年に、彼に協会を去る契機をもたらすこととなる。ホイ規定の内容は次のようなものであった。 すべて正解員は2作品までは審査会を通すことなしに出展することができる。ただしこれら2点の絵画作品の合計サイズが4平方メートルを超えない場合に限る。5月10日、ミュンヘン新芸術家協会は正式にミュンヘン氏の私的協会等規模に登録された。1910年、エルプスレイがミュンヘン新芸術家協会の初期に任命された。 ミュンヘンシン芸術家協会内の保守勢力の間では、協会への不満が広がっていった。どんどん抽象化するカンディンスキーの絵画作品に対して怒り、彼に対して現実的でわかりやすい作品の制作を求めたのだった。これに対してカンディンスキーは1911年1月、協会トップの座を降りることで応えた。エルプスレイが彼の後任となった。 同じ1月中にフランツ・マルクが、教会に加入し、第3理事となった。同年2月4日の総会において、ドクトル・ビッテンシュタインが副理事に選ばれ、アレクサンデル・カノルトが書記長に、ドクトル・シュナーベルが副書記長に、ヨハンナ・カノルトが会計に再任された。自身の作品への掲示に怒りを覚えたカンディムスキーと、マルクは、ミュンヘンシン芸術家協会との間に亀裂を生んでいた。 アウグスト・マッケはこれに気づいていた。カンディンスキーはついに、決定的な対立を起こすことを機として4、平方メートルを超えるサイズの抽象が、最後の審判、コンポジション部位を密かに描いた。このカンバスに描かれた、油彩画の正確な寸法は 190x275cm であった。周知の境界規則に反してカンディンスキーはこの、作品を、 目前に迫った、冬季展覧会の出展審査会に挑発として提出した。カンディンスキーとマルクの計画が実行に移されたので、ある。4平方メートルの保育艇は、カンディンスキー自身が導入したものであることは、皆が知っていた。1911年12月2日、期待していた、騒動が起こった、出展審査会における多数決によって快速通り、 カンディンスキーの絵は弾かれたのであった。審査結果を受けカンディンスキーは、ミュンターとマルクと共に、ミュンヘン神芸術家協会を脱退した。抗議を装ったのである。しかしその実、カンディンスキーは協会を脱退する機会を図っていたのであった。大会とその後の展望も考えながら、一月の間こっそりと準備していた。 青木獅子編集部展がミュンヘン新芸術家協会の第3回展と会期会場を同じくして1911年12月18日から開催された。24年後のチカンディンスキーは自身とマルクによる潔いとは言えない協会脱退たの企みについて初めて口を開いた。我々二人はもうずっと以前から騒動の気配を感じ、 別の展覧会の準備をしていたのです。1938年になってもカンディンスキーは、この一件について、悪意を持って回想している。カンディンスキーの記憶の中の年号は正確ではない、ものの、彼は、青の4人をアメリカに紹介した、ガルカ・シャヤーに対して、手紙の中で次のように書いている。私はあなたに、私が2から3年の間理事を務めていた。 ミュンヘンシン芸術家協会の書類を便箋にお便り申し上げます。差出人は私。私の役目は実に素敵な騒動によって終わりを迎えました。青木氏指導の準備をするための騒動です。忌々いましい旧時代、ミュンヘンシン芸術家協会は1908年に設立されましたが、1911年の終わりに私は脱会いたしました。 私はフランツマルクの助けを借りて直ちにタンハウザーにおける BR 市編集部による展覧会の最高準備に取り掛かりました。中略私は騒動の後期を予見していたので BR の展覧会のための出展作品を豊富に準備しておくことができました。中略タンハウザー画廊の展示机の上には芸術における精神的なものの 初めての見本が並べられたのです。復習は、蜜の味。カンリンスキーから、シャヤーへ、1938年11月22日、ベレフキン、ヤウレンスキーや残りのミュンヘンシン芸術家協会のメンバーたちは、自分たちが裏切られていたことに気づくことはなかった。第一回転は、1909年12月1日から15日までの間、 ミュンヘンのハインリヒ・タンハウザー現代画廊において開催され、教会のメンバー及びゲストの芸術家合わせて16人による作品128点が飾られた。当時の教会メンバーであった、バウム、ベヒテーフ、ボッシエルプスレー、ジリュー、ヤウレンスキ、カンディンスキー、カノルト、コーガン、クビン、ミュンター、ベレフキン以外の4人の出展者は、出会った。この展覧会は、 当時の地元紙から、総じてネガティブな批評を受けた。ミュンヒナー・のエシュテ・ナッハリヒテン氏は次のように書いている。この教会のメンバーの多数が、富士の精神病を患っていたのか、あるいは、我々が抗ガンナエセ新種の詐欺師どものグループの一つと関わってしまったのか、いずれにせよ彼らは、我々と同時大臣のセンセーションに対する弱さを実によく知っていて、 それを試し、その多大なる需要を利用してみせた。1910年春、ミュンヘン新芸術家協会の芸術家たちは次の展覧会に向けたて、新しい活動を活発に始めた。それはあたかも、昨年かんばしくない評判を受けた保守的なミュンヘンの芸術界に対して、再び挑戦するかのようであった。そのために、エルプスレイは、彼は、 ベレフキンの親友で教会の初期であったパリから援軍としてフォービスムの芸術家を幾人か動員するためにわざわざフランスを査察旅行した。ヤウレンスキーとベレフキンの親密な友人であったジリウはエルプスレーのアンギャの水先案内人を務めた。エルプスレーとジリウの任務は出展者名簿の拡充が示すように 成功を収めた。第2回展は1910年の9月1日から14日の会期で同じくタンハウザー画廊で行われた。今回の展覧会では31人の芸術家による115点の作品が展示された。協会メンバーのベヒテーフ、ボッシエルプスレー、ジリュウ、ヤウレンスキー、カンディンスキー、カノルト、コーガン、クビン、ミュンター、 ベレフキン以外の出展者の詳細は、出会った。今日まで、つまびらかにされていないことは、なぜよりにもよって、ヤウレンスキーの友人であるとされているマティスの出展が、なかったのか、ということである。また、アルプスレートジリ,リューは、アンリルソーが境界点に興味を示すことを見越して、彼のアトリエを訪問したが、ルソーは、ミュンヘンの展覧会参加を断念せざるを得なかった。 彼は、すべての絵を売って手放してしまっていたからである。ミュンヘンシン芸術家協会の展覧会が開幕すると、新聞からはまた嘲笑を持って迎えられた。馬鹿げた、展覧会、おふざけ、凝縮されたナンセンス、中略、未開人のカーニバルからデカダン派放たれパリッコまで、また、こう言って罵倒された。 協会員の多数及びゲストの芸術家は回復の見込みない気違いであったか、それとももしくは、これは、恥知らずの巨星バリたちの死でかしたことだ。1911年12月2日の騒動の後、参加者が8人に減って、第3回にして、最後のミュンヘンシン芸術家協会の、 共同展覧会が12月18日から翌1912年1月1日までの会期でタンハウザー・ガローにて行われた。忠実に教会に残っていたのは、ベヒテーフ、結婚したエルマ・バーレラ・ボッシエルプス・レイ、ジリュウ、ヤウレンスキ、カノルト、コーガン、そしてベレフキンである。彼らは、計58点の作品を展示した。青木氏の名の下。 カンディンスキーとマルクは、総勢14名の芸術家による、独自の並行展覧会を早くも組織し、同じ画廊で開催した。これには43点の作品が展示された。ブルリューク兄弟、カーラーとミュンターが、青騎士編集部による展覧会に転向した。その他には、アルベルト・ブロッホ、ハインリヒ・カンペンドンク、ロベール・ドローネー、エリザベート・イバノブ・ナエプシュタイン。 アウグスト・マッケ、フランツ・マルク、ジャンブロエ・ニーストル、ルソー、そしてアルノルト・シェーンベルクが作品を出展した。1912年のオーバーストドルフの秘書から戻った、ベレフキンとヤウレンスキーは、上品な想定ですり上がった、ミュンヘンシング芸術家協会第4回転のための冊子、新絵画を受け取った。冊子は、テキストと9人の芸術家、ベヒテフ、バーレラ、 ボッシエルプスレー、ジリュウ、ヤウレンスキー、カノルト、コーガン、モジレフスキー、そしてベレフキンによる挿絵で構成されていた。ベレフキンはこの本のテキストとそれぞれの芸術家の解説文が気に入らず、腹を立てた。ヤウレンスキー、ベヒテーフ、モジレフスキーは、彼女の意見に同調した。この一派と、もう一つの派閥であるエルプスレーの取り巻きとの間には、 後半にわたる劇場的な書簡の往来があった。それに加えて、バックグラウンドや内輪の不一致もあって、計画されていた第四回転は実現の見込みが、なくなった、と、リヒャルト・ライヒエに当てられたベレフキンの手紙の中で、述べられている。リヒャルト・ライヒエは、当時のバルメン、現在のブッパータルシクの芸術協会の長であった。最終的に不和の拡大により、 ベレフキンとヤウレンスキーは、同年の終わりに、ミュンヘン神芸術家協会を後にした。この時点から数年の間、一応協会は存続していたが、実質的には、書類上だけの存在となってしまった。1920年の初めに、エルプスレイによって、ミュンヘン神芸術家協会は、正式に、ミュンヘン氏の協会等規模から抹消された。ありがとうございます。